おんじゃもどうもサオでございます。新情報来ましたね。これ見ていきたいと思うんですけど、今回テロップなしでいきます。はい、今日中にあげたいんでいきます。で、これ今ね初見なんで、まずは初見パートから見ていきたいんですけど、タイトルがめちゃめちゃネタバレされてますね。おお、モンスターハンターが破られるとあるポケモンにまつわる、はいはいはい、おお、茶道に一生を費やした茶人がおった、はいはいはい、男は己のわびさびを追求しすぎるところがあった。うん、茶器を高く持ち上げるな、茶器道具をまたぐな、話しながら茶道具に触るな。お、大変、何をしとるか、これに命が、やがて客足は途絶えてしまった。宿らず、ああ、や、や、宿るな、これ、これ宿るよ。無念じゃ、彼はそう言い残し道半ばにして力尽きたのじゃ。割れてますね。出てでんじゃないな。茶人の茶入れは人から人へと渡っていった。はい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 。その行方さえ忘れ去られた頃、茶入れが一人でに動き出し、なんと化け物じゃ。なんだこれ。ギュンと蔵を飛び出した茶入れは、キョロキョロと辺りを見渡すと、マナーの悪き者を見つけ近づいていった。あー、すごい。パートナーにしたくないっすね。抹茶を振りかけると、気配を察した女は手で払い、拍子に茶碗を割ってしまうた。おお、さっきと一緒の割れ方や。茶入れはなんでやねん。彼の茶人理不尽極まりないな。夜も更け、女がメイクを落とすと、なんか不思議、肌がツヤツヤ。ああ、なるほど、メリットも用意してくれてる。それもつかの間、いやいやいや、正気を吸い取られ、なんで力が抜けよった。芸に恐ろしき茶入れじゃ。どうしたものか、割れたスマホに抹茶で金継ぎをしよった。コンセントにもヘッドライトにも、おデカヌちゃんのデカヌちゃんのハンマーにもね。この茶入れこそ草ゴーストタイプのポケモン茶です。はいはいはい、寝てるやん。お粗末にしてると茶で抹茶な、なんなん、その抹茶振りかけられて怖えみたいな構図。彼の地では抹茶フレーバーもご法度じゃ。いい、はて、確か、あら、やはり肌つやが。なんなん肌つや。ああ。え、大理不尽ポケモンが爆誕してない？はい、というわけで、ちょい掘りしていきましょう。で、今回まずこれ進化後なのかっていう話なんですけど、見ていただければわかると思うんですけど、この、まあ、シャデス、ポットです、まあ、そのままですね。まあ、なんで、まあ、進化後か進化しないポケモンかっていう感じになってきて、まあ、進化前がいるのかっていうと、なんか PV の感じいなさそうですよね。で、いたとしたら、こう、ヤバチャと差別化しなきゃいけないんで、名前がチャになりますね。補足タイム、公式サイトの更新があり、ヤバチャと並列に語られていることから、進化前の可能性が出てきました。タイプは草ゴースト。また、新特性おもてなしは、登場時味方の HP を少しだけ回復します。では物語をまとめていきましょう。今昔、茶道に一生を費やした茶人がいましたという話で、このおっさん、いや、おじいちゃん。まあ、茶人がですね、非常にマナーに厳しい方でしたと。で、このマナーに厳しいがあまり、客が遠のいていき、そのまま一生涯を遂げてしまったというね。何の感情で聞いたらいいのかわからないこの階段なんでございますが、それには続きがありました。最後の客人が割っていった茶入れ。この茶入れを茶人が修復してるんですね。修復したこの茶入れ、代々渡り継がれて、いろんなお店でね、取り扱われ、忘れてしまった頃に、中に
に入っていたお茶が化けて出たよ。そしてその化けて出たお茶がとんでもない。抹茶を振りかけて肌ツヤを良くしたと思いきや、その際に割ってしまった食器を見てマナーに厳しかった彼のごとく怒り、精気を吸い取ってしまう。そしていろんな場所の隙間を抹茶で修復して回ると。もうこれも何の感情で聞いたらいいのかわからない階段です。いやいや、伝統というものは素晴らしいものです。レギュラーキャラみたいに出てくんなよ。ただこれ校長非常に素晴らしいことを言っていて、まあ非常に伝統と関わってくるものなんですね。というのも出てきた金継ぎ、この金継ぎというものはどういうものでしょうか。別名金継ぐロイとも言われておりまして、茶道というものはその割れてしまったコップ、まあ経年で変化劣化してしまった、まあ、コップって言ったけど、まあ茶器、それをありのまま受け入れていく。だからこそこの金継ぎというものをして、欠けというものを直して使っていこうというね、精神があるわけです。これはね、なんと縄文時代からあるらしいですね。まあそんな金継ぎというものが、まあ茶道とか工芸の技術、この辺の普及によって伝統芸能として文化財に指定されていったんですよね。まあ高級なものだったりすると、まあつまりアンティークとして非常に価値がある伝統工芸、伝統技術になっていったわけです。まあだからこそなんか日本人のこのもったいないみたいな精神、この辺とも噛み合って、マナーに厳しい食器をぶっ壊すなみたいなね、まあそういうような部分とリンクしてんのかなと思いつつも、まあいろんな要素詰め込みすぎかなとも思いますね。茶ですの本体はおそらく中に入っているお茶ですね。これはポットですも一緒で、まあ中に入っているお茶みたいなものになって、カップに宿るっていうことなんで、おそらくまあポットですと同じと考えると、まあ、収束進化、収束霊化みたいな感じなのかなって思います。まあ何はともあれ、まあ食器だけではなくてね、お茶を粗末に扱うなよと、抹茶フレーバーすら許しませんからね。まあそういった粗末に扱ったものに対して厳しく取り締まる、そんなマナー警察みたいなポケモンがこの茶です。まあおそらくこの茶ですの中には彼が、まあ茶人が宿っているっていう設定なんですけれども、まあ結構いっぱいいそうですね。一般ポケモン枠だと思うんで、まあ一応こういう話がありますよっていう話で、茶ですの都市伝説的な怪談になってんのかなっていうお話ですね。まあだから簡単に言うんであれば、これ薬剤と一緒ですね。つくも神っていうほどではないですけど、そういったものに何かが宿るっていうね、いう怪談になってますが、いかがでしょうか。まあ僕的にはなんか解説しててもなんか基本的にこの茶ですがやってることがもう理不尽モンスターすぎて、あんま中身が入ってこないっていうね、まあそういう話でもあると思うんですけど、皆さんどうでしょうか。唐突な新ポケモンの発表、果たして進化前がいたとしたら茶になるのか、まあこの辺も必見でございます。ポットですは紅茶がモチーフになったポケモン、紅茶と紅茶何かシンパシーを感じますね、ははははは。あれ紅茶お茶が。というわけで皆さん、速報楽しめました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。特に何も思うことがなかったという人は、選ばれたのは何のお茶だったか、これについて、コメントしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。残念ですが、さようなら。